方散歩始まりました。今回の方散歩はですね、ここ柏原市大阪ですね、来ております。今日はね、昨日の夜ここで泊まったんですけど、今日朝迎えたんですけど、セブンイレブンでですね、枕を買いまして、コンビニで初めて枕を買ってしまいました。そんなことどうでもいいですね。早速行きましょう。ドロドロと、人が出勤してきてるんですかね、市役所。この市役所の駐車場にですね、柏原市の案内マップがあったんですね。神社がめちゃくちゃ多い、柏原市。こんなもんなのかな。高尾山があるらしいんですよ。で、その麓に高尾山がなかったっていう神社がある。どこ行きましょうかね。はい、片下ワイナリー到着したんですけど、ここにね、販売所の横に、駐車場なんですけど、ワインダル。これね、実際に本当に使ってたやつ、これ線があって、やっぱりひねると多分出てくるんですよ。これね、海賊船乗せてたっぽいっすよね。やばいね、テンション上がるよこれ。はい、到着しました。ここはですね、三岳住宅というお家なんですけど、今もなお、住んでいるらしいんですけど。明治のもっと前、明和っていう、元号の時から建てられて、ずっと今までここまで残っているということで、すごいね、重要文化財らしいです。なんかね、この辺一帯がね、ご飯が炊ける匂いがするんですよ。何かなと思ったらね、赤ちゃんのうんちって結構ご飯炊けた匂いって、この子かな、僕が浮いてって、ほら、僕かなって、お尻プリプリ、ほら、お猫か。はい、ということで柏原市散歩させていただきました。すごい響くね、ここね。やっぱりね、どこ行ってもご飯の絶対匂いするんですよね。なんだろうな、この匂い、不思議な匂いがする街でした。ありがとうございました。I'm not going to do that.